リカルダス・ベランキスは、リトアニア・ビリニュス出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス50位、ダブルス139位。ATP ツアーは、ダブルス1勝。身長175センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2010年ウィンブルドン選手権で、グランドスラム初出場を果たすと、1回戦で、カーステンボールを破り、 グランドスラム初勝利を果たす。2011年全豪オープンでは2回戦での第27シードのダビドナルバンディアンの途中棄権で3回戦進出を果たす。2012年ファーマーズクラシックでは予選から ATP ツアーで自身初の決勝進出。決勝でサブクエリーに敗れ準優勝。2013年全豪オープンでは2回戦で。 第25シードのフロリアン・マイヤーを破り3回戦、進出。2016年、リオ・コリンでは1回戦で、オーストラリアのジョン・ミルマンに0から6、0から6で破れ、オリンピックで初めてダブルベーグルで破れた選手となった。2017年クレームリンカップでは5年ぶりに、ツアー決勝進出。決勝でダミル・ジュムールに破れ準優勝。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます